プロ野球セリーグ順位表。セリーグ3位争いは終戦。セリーグのボスは0ゲーム差の最下位争いのみ。優勝巨人。巨人77勝、貯金18でフィニッシュ。去年4位やで、ようやってる。阿部監督ほんまようやったわ。 CS までかなり楽な。1年間得点圏打てなくてイライラしたのに優勝しててわけわからん。巨人は投手と守備がすごすぎた。 CS は好調なお声と中山使った方がいいね。お声も打つ方でも戦力になってるからモンテスより優先したいかな。 CS 外野はお声丸浅野で決定だな。お声と若林はずっと欲しかった頼りになる中堅ってやつだな。日本シリーズはサード坂本、 DH 中山もあり。 CS や日本シリーズ1戦目を途方にした方が負けても菅野がいるって気分になる気がする。 CS は3勝3敗でいいから気楽に行きたいような相手は4勝2敗必要だ。2位阪神ゲーム差4、残り1試合。阪神 B クラスアルデって時期からよう盛り返したな。岡田監督は100点だろう。岡田監督辞めるってよ。2位で退任は厳しすぎるだろう。日本一は岡田監督なくしてありえなかった。今日は横浜戦最終戦。今日は岡田ブーストするじゃん。岡田退任ブーストで日本一や連覇するで。次の先発は大竹 VSK。 今日は大竹くんやってくれますわ。大竹は最終戦任せられるなんて成長したな。3位横浜ゲーム差4、残り4試合。横浜3位決まったか。負けて決めるところが横浜らしい。3年連続 A クラスは普通に強豪やね。三浦監督やんやっとる。まあ今季はカープが落っこちていっただけだが。横浜 CS 決まったし、明日からさすがに若手ちょっと試すだろう。あとはオースティンのタイトル争いくらいか。一番気がしそうなオースティンがフル出場必須なのが辛いね。今日は阪神戦。 CS 決まったから阪神との CS 前哨戦やね。順位決まったし、明日から初都合と松尾スタメンで出してほしい。次の先発は KBS 大竹。 K 最近は投球もメンタルも爆発炎上してるからな。今日は K を切れさせないように守備重視スタメンでいこう。4位広島ゲーム差3、残り2試合。広島4位確定か。カープたった1ヶ月でこんなことになるとはね。広島9月だけで借金20はやばかった。カープ9月1日首位から最終 B クラス借金確定で史上初らしい。カープ不名誉な偉業達成やな。広島ビジター12連敗や。広島は借金4か6まで伸びるかどうか。カープは4位確定したから今日勝ちそうな気がするな。先発すべてボコボコと肩威力ないにしても異常すぎる広島。トコタは最後もあかんかったな。貴重な先発陣をどうして中5日連発したんやろな。投手が完全に疲れて打者はいまいちなままだったからな。次の先発は大瀬良 VS 吉村。今日も中5日で大瀬良とか本当大丈夫なのか。今日オセラ怪しかったら1回で下ろして立ち田でも使うべきだな。5位ヤクルトゲーム差4点も、残り2試合。ヤクルト上げてきたな。ヤクがまさか6連勝するとは。ヤクルトが普通に強いわ。中日とヤクルト以外は順位確定。最後まで中日ヤクルトの順位争い熱いセリーグ。ヤクはがっちり5位固め。ヤクルトは残り2試合で2つとも勝ったらそれで5位確定かな。ここに来て村上サンタナ絶好調。秘宝村上宗隆の二冠王ほぼ決まったのに、なんか空気。青木フル出場だから最初から最後まで不思議な感じの青木でやったな。青木ブーストが今日からどうなるかね。次の先発は吉村 VS 大瀬良。今日は吉村10勝かかってるからガチやね。村上も丸ちゃんも通常モードでちゃんと打って吉村10勝させてやるんだ。6位中日ゲーム差 0.5、 残り3試合。最後の最後まで熱いチュニドラ。中日再開マジック2か。中日の再開マジックは1つ減って2。ヤクルト勝利で3年連続再開の大ピンチ。チュニドラ残り3試合1勝2敗なら自力再開確定か。王者の期間一歩近づく。タッツトリプルシックスまでもう少しだ。タッツの個人タイトル666獲得の可能性高くなってきたんやな。あとはチュニが再開で立浪の666の達成だけだな。中日も立浪監督退任発表以降も勝いっぱいなのに。中日5位まであるやん。いいわ、 CS 確定で手を抜いてくるし中日5位いけるやろ。明日から横浜戦最終3連戦。ヤクルトが残りの広島戦2試合1勝1敗なら中日は DeNA に全勝しない限り5位はない。今日もヤクルトに勝ってもらって明日自力で決めようか。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので
チャンネル登録をよろしくお願いします。